助けて、誰かここから出してよ。ケイがクレーンゲームの中に閉じ込められてるぜ。明日の日曜ゲーセン行く人手挙げて。はい、行く行く、私たちゲーセン大好きだもんね。聞かれるまでもなく、ケイが行くなら俺も 100% 行くぜ。レオもエイジも行こうだぜ。俺も探偵の依頼は今ないし、行こうかな。誰が言っても俺はゲーセンなんて行かないのだ。ねえねえ、さっきからわからないんだけど、そのゲーセンって何だっちゃ。そっか、ルナはゲーセン行ったことないのか。ゲーセンはゲームセンターの略。行ってみればわかるけど、すっごく面白いとこなんだよ。へえ、面白いこと大好きっちゃ。行くっちゃ行くっちゃ。ワクワクするぜ。メリー様、私もゲーセンに行ってみたいです。あ、ごめんなさいごめんなさい、調子に乗ってわがままを言ってしまいました。いいやるよ、たまには私たちにも課外勉強は必要あるね。え、いいですか。エリック、俺たちはどうする。日曜日は魔法学校も休みだし、みんなが行くなら僕だって人間界に行ってみたいよ。ルナにも久しぶりに会いたいしね。そうか、それじゃあ明日は人間界にみんなで日帰り旅行だ。うしゃ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 、楽しみ楽しみ。うしゃ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 、ここが人間界。明るい、眩しい、空気がうまい。お、ガビ、これを見てくれ。俺の体と同じ色だ。これなら魔法を使わなくても敵から身を隠すことができるな。うしゃ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 、人間界って全てが新鮮。うしゃ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 。私は明るいのも眩しいのも苦手なの。はい、私めがメリー様を日差しから守って差し上げます。ふーん、ここがルナの住んでる人間界か。魔法界と違ってなんか優しい匂いがするね。そんなことより早くゲーセンとやらに瞬間移動するあるよ。そうだね、早く行こう行こう。よし、じゃあテレポートトゥーザゲーセン。へえ、ここがゲーセンってとこなのか。なんか感激だな。ルナはもう来てるかな。昨日からやたらルナルナ言ってる。もしかしてルナのことが好きなのか。エリックにルナ、おバカコンビだ。違うし、そんなのじゃないし。今日はガチャの中身も特別増やしてるんだって。何が入ってるんだろうね。へえ、そうなんだ。私ブレスレットが欲しいんだよね。え、私も。それじゃあミオンのも一緒に。お揃いの色違いが3つ出てきたらいいのにね。私に任せなさい。やったことないけど、ガチャに念力を送ってみるわ。シオン頼んだね。つい物の弾みで来てしまったものの、今はめっちゃ後悔してるのだ。やっぱり休みの日は発明に没頭すべきだったのだ。おいおい、エイジ、そんなこと言うなだぜ。せっかく来たんだから、男3人はワニワニパニックで誰が一番高得点を出すか競うだぜ。おう、それいいな。俺ワニワニパニックは超得意だから負ける気がしないぜ。いや、やるからには俺だって絶対負けないのだ。いらっしゃいませ。今日はニワニパニックで一番得点が高かった人にはプレゼントがあるわよ。誰がゲットできるかな。みんな頑張ってね。よし、それじゃあ本番に向けてちょっと練習タイムなのだ。俺もガチャ渡すからこっちよね。ちょっとそこ邪魔なんですけど。え、あ、ルナだ。抜け出してきたっちゃ。ルナ、元気そうで何よりだ。魔法学校の鏡で人間界の様子を見てたら、ルナたちがゲーセンっていう楽しそうなところに行くって言うからさ、僕たちも行ってみようってことになってきたんだ。わー、久しぶりにみんなに会えて嬉しいっちゃ。
人間界へようこそ。みんなルナの友達だから歓迎するよ。私は別に友達じゃないよ。うーわ、相変わらずメイリンは可愛くないやつだったね。最高の褒め言葉、どうもありがとうアル。うーわだっちゃ。ちょっとちょっと喧嘩してないで、私はガチャがしたいから、そこどけてくれるかしら。ガチャ？これのことある？そうよ、今日はこれをやるために来たようなものなんだから。あー、やった、ブレスレットがたくさん入ってる。これだけあったら私リオン、ミオンでお揃いができそうね。ほんと？じゃあシオンが赤、ミオンが黄色、私はピンクがいい。お願いシオン、頑張って。わかったわ。でもちょっと待って。赤、ピンク、黄色のブレスレット出てこい。その手かざしは何あるか？人間が使える新手の魔法あるか？よし、リオン行くわよ。赤、黄色、ピンク出てこい。わー、ドキドキする。よし、リオン中を開けてみるわよ。うん、わー、やったやった。一発で見事三色、希望通りのブレスレット。すごいすごい、シオン、さすが、伊達に霊能力持ってるわけじゃないね。いや、今のは霊能力じゃなくて念力だけどね。でもよかった、取れてほっとしたわ。すごいある、こんなにたくさんの中から3つお目当てのものを1回で出せるなんて、念力とはすごいものあるか。ねえ、あんたもちょっとやってみたら？初めてのゲーセンなんでしょ？せっかくだからやって帰りなよ。そうあるね。あのクマのバッグが可愛いある。それじゃあ行くあるよ。ワン、ツー、ワン、ツー、ベアーバッグ、やったある。ああ、あんた今魔法使ったでしょ。そんなのあり？あなたも念力とやらを使ったあるね。人のことは言えないある。なんかずるい。見かけによらず、クマさんバッグという可愛いものが好きなメイリー様、素敵であります。よっしゃ、それじゃあそろそろ本番行くぜ。まずは俺から。男3人で勝負して、一番点が良かったらきっとケイがかっこいいチョク、男らしいってなってくれるはずだから、絶対絶対一番になるぜ。えいえい、ワニさんもっと早く出てこいだぜ。やったぜ、結果は23点だったぜ。チョク、なかなかやるな。次は俺の番だ、貸してくれ。ほい、レオ頑張って、応援してるわ。もし一番になったら何か景品があるって店員さんが言ってたよな。もしいいものだったらシオンにやろう。それに横で応援してくれてるシオンのためにもいいところを見せなきゃな。よっしゃ、今までで最高得点だ。レオすごいじゃん。ほんと何でもできる自慢の彼氏だわ。ボケなのだ、絶対にレオを上回ってやるのだ。エイジ君、これ本当にできるの？やったことないんでしょ？うるさい、天才にできないものはないのだ。えい、このそれ、ほい、そら、くそ、もう一つ、これ。俺としたことが発展なのだ。まあまあ、そんなに落ち込むなだぜ。エイジにしては十分頑張った方だぜ。そうだよ、案外やるじゃん、びっくりしちゃった。その言葉の方が傷つくのだ。男同士の戦いならエリックもやってみるっちゃ。やり方はみんなの見て分かったっちゃね。いや、魔法界のプリンス、頑張れだっちゃ。プリンス、僕のことそんな風に？なんかみんな見てるし緊張するね。だけど、行きます。えい、えい。あ、なんか緊張で腕がうまく動かない。それにこんなことしたことないから難しい。6点か。まあまあ、初めてだから仕方ないっちゃ。楽しむことに意義があるっちゃよ。うん。それでは、一番高得点だった君にこのスロットマシンをプレゼント。って言っても女
女の子向けだから嬉しくないか。いえ、彼女にあげるんで。ありがとうございます。シオン、これあげる。あ、ありがとう。なんかみんな見てるから恥ずかしいわね。よし、次は私の出番。大好きなクレーンゲームで景品ゲットだ。オレもこれやる。私もやったことないからやってみるっちゃ。みんなはどれ狙うの？あのベルのクッションも可愛いし、キティちゃんもいいな。だけどあのウサギさんも可愛いし、悩む。ちょっと私からやってみてもいいぞ。うん、いいよ。まずはキティちゃんの男の子を狙いに行くっちゃ。あれ？でもうまくつかめないっちゃ。だったら今度はウサギの子を狙いに行くっちゃ。これもダメっちゃ。あ、でも何かが引っかかってるっちゃ。これをこのまま落とすところに持っていきたいけど、ダメっちゃ。うしゅ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 、ルナは予想を裏切らない。うしゅ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 。くっそー、ガビめー。こうなったらちょっとずるいけど、私も魔法を使って取るしかないっちゃ。ワンツーワンツー、プラッシュドール。暮らしたらいいんじゃないかなのだ。そうだな。そしたら大嫌いな勉強もしなくていいぞ。そうね。ずっとクマさんやウサギさんと遊んでたらいいわね。そのうち誰かが釣ってくれたら出られるわよ。それまでの辛抱ね。でもケイちゃんを欲しがる人っているかな。みんなかなりひどくない？嘘嘘、冗談だよ。今からやって出してあげるから。魔法で出した方が早いっちゃ。キャンディーセーブの剣。なんか体が動きにくくなってきた。もしかして私おもちゃ化してる？言葉も喋りにくく。私の魔法はどうなってるっちゃ。これはさすがにまずいんじゃ。ああ、いろいろやらかした。メイリン頼むっちゃ。ケイちゃんを早く助けてあげてっちゃ。仕方ない、それくらい簡単ある。だけど条件あるね。私、あのシオンって子が気になるある。だからいつかちゃんと紹介してやる。あの子が使ってた念力、霊能力、興味あるね。わかったっちゃ。だからメイリン早くお願いっちゃ。アンドゥーケン、これでもう大丈夫ある。助かった。今のは一体何だったんだよ。心配したぞ。ガビ、メイン、エリック、私の許可なしに何を勝手に人間界に言ってるの。早く帰ってきなさい。この声はママの声だっちゃ。みんな早く帰った方がいいっちゃよ。そうあるね。レベッカ様が怒ってる。恐ろしい。それじゃあルナ、またね。うん、ママによろしくだっちゃ。閉じ込められたのはびっくりだったけど、また魔法界のみんなが遊びに来たらいいなって思ってくれたら評価をぜひ。それじゃあまた次の動画で。